そしてもこりんです。本日もカラースプラッシュ続きやっていきましょうということなんですが、前回の収録からね、まあ、3週間ぐらい空いてるんで、ちょっとどこまで行ったか全く覚えてないんですよね。まあご時世は今フューリーワールドが出た、まあちょっとした後ということなんで、私はフューリーワールドに夢中でしたね。ほんで確かここがコイン、なんかでっかいコインがあって進めなくて、あ、この緑のとこやったっけ、確かワンワンを連れて帰ってこいみたいな、なんかそんな話やったのを今思い出してきた。というわけで古神木の林行ってみましょう。スタート。古神木の林、うわー、はい、古神木の林です。あ、久しぶりですね。もう君の名前忘れちゃった。僕ペンキーとかやったっけ。まだでかい。こっちまで影響してるなんて、カメックの魔法はなかなかに強力だな。うん、確か全体的に巨大化してるとこでしたっけ。あ、リンゴがリンゴになりましたね。そして君は兵法だと油断していたらいきなりストローを出して、あんなの反則です。とっさに木のふりをしてやり過ごそうとしたんですが、すぐにバレちゃいました。それは無理があるやろ。無理があるぞ。せめてキノコになりすませ。なぜ木になろうとする。なんか兵法じゃないやつもストローを持ってるみたいな。ん？何してんの？あ、大きな株や、これ、ほら。土管でかすぎるやろ。え？あ、スターもある。ちょっと待って、先にこの子手伝ってあげよう。よし。うんとこしょうやりますか？私、イエローレスキュー隊隊長のキノピオと申します。11名多すぎるやろ、お前。もうちょっとなんか、間引け？せめて5人ぐらいにしとけ？多すぎるわ、それは。ああ、今11人集めてこい言うてんのか。それ大変やな。で、まあ、これはここで終わりか。オッケー。コースクリア。ただ歩いただけっていうな。ただ歩いただけです。さあ。ああ、右上が解放されましたね。うん。おうおう。なんか、途中下車できそう。でも確か、じゃんけん取りでってさ、第3じゃんけん神殿。俺まだ、2行ってないんやけど、まあ、ええか。これ、やる必要あんのこれ。これクリアした方がいいんかな。じゃんけん神殿、それは男と男の真剣マッチなのである。はい、ありがとうございます。これなんか変わるんですか。これじゃんけんいつもランダムじゃないんで割と難しいんですけど、これやらないとダメですか。よいしょ。これさ、ハートフルラテ、これ飲んだ方がさ、なんか勝ちやすくなるとかそういうのないの。前飲んだのにさ、何もないんやけど。ああ、そんな70コイン払って満タンにせんでも、キノコの方が安いんやけど、贅沢やな。じゃんけんの奥深さは、冒険者を惑わす深い森のよう。戦士よ、与えられた3つの武器で己の力を見せつけろ。はい。もういいです。もう見ましたから、前。スーパーじゃんけんでポン！スーパーです。今回はなんとスーパー、いつも違ったじゃんけんバトルになるんでしょうか。あ、兵法5や。お前ら手は1個にしとけよ。出すのは5個手出すなよ。それはせこいからな。さあ行きましょう。まあ庶民ね、何出しても一緒なんで、うん、これランダムなんで、うん、何でもいいんですよ。勝つか負けるかはもうじゃんけんポン。あー、アイコー。まあパーでアイコなんで、まあもう一回パーでいこうかな。人は2回同じ手を出す確率は実に3分の1。じゃんけんポン。二度とコンは、はい、全くもって謎でございますね。はーい、こっち行きましょう。マスタードカフェ、あ、ステージじゃないのかな。さあ、マスタードカフェです。おー、なんだ？これ入れんのか？マスターの中のマスターによるマスタードカフェ。あ、そっちのマスター？マスタードじゃなくて？からしじゃないのか。なるほど。ん？あらー、白い海みたいになっちゃってんね。あー、取り残されてますぜ。取り残されてるわけではないのか。色抜けの真ん中に誰かいるよ。なんか下っ端と貴族がおる。
何をされてるんですか？そうそう、いい感じ。なかなか上手だね。レスキュー隊にしておくのは惜しいな。あ、こいつレスキュー隊か。一人目や。いえいえ、預かる方をこうやってお助けするのもレスキュー隊の務めですから。ええやつやな、お前。ええやつや。はい、以上で60分合成を終わりになります。あ、金取ってたんかお前。金取ってたんか。5番。え、1番じゃないんやけど。5番が来たぞ。ってことは過去になんかいたってこと？もう期間来すぎてわからへん俺。私がマスターのこじゃれたお店マスターズカフェにいらしたんですね。はい。空から降ってきた お星様を店内に飾ったらこれが大受けでね、行列の絶えない人気店になっちゃったよ。あ、そのお星様ってさ、ペンキスター。そうそうそう、俺の言いたいことを言ってくれた。ありがとう。僕たちもお星様をぜひ見てみたいです。ずいぶん儲かったからもう仕事とかいいんだよ。こいつはやる気ないな。バカンスしてるんだからさ、邪魔しないでくれる？マスターさんのバカンスが終わった頃にまた来ようよ。はあ、じゃあここも何もないのか。上行っても何もなさそうやな。あ、でもなんか兵法がいる。一応覗くだけ覗いてみる。よいしょ。オレンジ色の土管もあるが、これはなんか塞がれてる。うん、なんか砂がいっぱいあるね。中に入れないよ。うん、これはこのカフェ大人気、お星様見たい、穴場のカフェ、こじゃれたカフェ、マスターどこかな、こじゃれたカフェ、こじゃれ。さあ本日もう10分ぐらい経つんですがね、全くもって進んでないと。これはまずい。どこに行けばいいんだ僕は。そういえばなんか今思い出してんけど、なんか汽車があったやん。あ、そうそう、これこれこれ、この汽車さ、この前なんか乗ってる人助けたくね、汽車に乗る人。あ、違うわ、確かねパスをもらったんやったっけ、この先に行くための。そうそうそう、許可をもらったのよ俺。ほら、じゃあここや。問題ありません、どうぞお通りください。よし、ようやく済んだぞ。化石なんてワクワクするよ、ロマンだよね。さあ見学しよう。オッケー。発掘作業用に組まれた足場をご利用ください。頻繁に地震が起きているので注意してくださいね。お、なんか怪しいな、地震ってか。あ、これやな。とりあえず上へ参ります。そしてマリオさん、化石の見学ですか？はい、そうなんですけど、近くでご覧になりたいなら穴から入り足場を通って上がってきてください。はい。お、なんかダンジョンこれ。まあ、敵、お、あ、地震や。今地面が揺れなかった？うん、揺れた気がするね。僕の大きなお腹も揺れるよ。てか大きすぎない？これ大きすぎるんですけど、地震が。すごい揺れた、今の何何？おー、気になるね。あ、これ敵？これ敵、え、これ敵か。敵がいるぞ、ここのダンジョンに。やばいな。隠れながら行こう。この奥、お、大変、今の振動で足場が壊れちゃいました。振動で壊れたというより巨大な何かが通ったみたいな壊れ方です。ほう、何か恐竜がいんのかな。ここは何もない。あ、足場ってここが壊れたってこと？え、違うのかな。ほい、なんか出た、アイスフラワー。いいね、新アイテム。これは、これもアイスフラワーかな。ほい、あ、こっちファイヤーか。ほんで左からこう来て、これか。オッケー。あ、恐竜の爪痕や。これは近くに恐竜がいそうだ。おう、バネジャンプかけるに。どこまで行けんねんやろ俺。はい、来たよ。落盤事故が起きました。あ、埋まってしもてる。助けに行かなきゃ。なんだって、それは大変だ。この辺りにレスキュー隊はいないみたいだし、僕たちで助けに行こう。はい。あー、ちょっと道のりが険しそうやな。危な、なんか地震も頻繁に起きてるし、何かがいそうだ。ん？下か？こっちか？
ねえマリオ、ちょっと待って。どうした？大きな振動が来て、その後発掘現場がめちゃくちゃに荒らされていた。さっき大きな振動が来て、発掘現場がめちゃくちゃに荒らされていたよね。もしかしたら想像を絶する恐ろしい何かがこの辺りに潜んでいるのかもしれない。でも行くしかねえだろお前。ロマンを追い求める俺は行くぞ。ん？でもね、この先何が起きても僕はひるむことなく全力で君のことを守るよ。ペンキー、お前なんていいやつなんだ。ペンキースターを探すにはマリオ、君というパートナーがどうしても必要なんだ。俺もそんな風に思っていたよ、君のことを。これからもいろいろ、ちょっと待って待って、おいペンキー、お前さっきの感動返してくれや。いやもう何となく分かってたけどさ、お前が逃げていくっていうのはさ、もうちょっと、おお、もうちょっとさ、え？マリオ、この草むらは安全だよ。先に調べておいたからね。ありがとう。君の優しさやな、それが。ありがとう。いやー、それにしても、草むらのチェックに忙しくて、ちゃんと見てなかったんだけど、今襲ってきた大きくて丸い化け物は一体何？さっきの地震も、きっとあの化け物が暴れていたからだよ。あれがさ、ペットのワンワンじゃない？なんかリボンついてたしさ。よいしょ。だからあのワンワンを連れて帰らなあかんってことやろ？なんか奥にもあるけど。はい。あのワンワンどこに行ったんでしょう？あ、またセーブポイント。あ、これで上に来たんか。なるほど、なるほど。よいしょ。これも壊して、この奥とか行けそうなんやけど。行けんのか？あ、行けるような。ほんで、ここ右に行くと、なんかこのミニゲームコーナーが、ほら、あるんですよ。よいしょ。何がやってないんやったっけ？黄色やったっけ？じゃ、今回黄色行ってみますか？はい。OK。あ、なんかやったことある。ごめん、黄色やったことあるわ。マジか。まあ、とりあえず左行きますか。こう来て、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 右ですね。超簡単です。ありがとうございます。よいしょ。くんくん、くんくん。くん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 、いやー、さあそれじゃあ助けてあげますか。うん、まだ生きているようです。自分で生きてるって言ってますし、うん、じゃあ大丈夫そうだ。それだけ元気なら大丈夫だよ。よし。あ、眩しい。あ、マリオさん、やった、助かったぞ。なんかそこに骨あんねんけど、これ化石じゃないの？あら、でっかい。生き埋めになっていたのに、泣いたりでもせずしっかりしてるなんて、なかなか骨のあるキノピオだね。ねえマリオ、せっかくだから絞らせてもらおうよ。あ、びっくりした。キノピオを絞るかもだわ。これか。この骨は結構攻撃力高そうじゃない？だいぶ痛そう、殴ったら。うわ、真っ白や。骨をゲット。カルシウムを多く含んだ棒状のもの。ペットの丸い生き物がとても好む。なるほど。これをワンワンに使うっぽいな。ギャー。ああ、来た。やばい。どう逃げればいい？ちょっと待って。下か。右か。ちょ、登れへん、登れ。ああ、え。ゲームオーバーになってもうてんけど。なんで？あ、行けへんかってんけど、俺。おい、タイトル画面戻ってきたぞ。これよ、これどう避けんの？上行けんの俺。上行けへんねんけど。崩すの？ああ！オッケー。今度こそ俺は間違わねえ。こうして、右？左？左かな？こうして、行くとこないよ！もういいって。わからへん、ここ。こうやろ？こうやろ？で、右じゃないねんな。多分ここや。ここ。ほらほらほら。よし！なんとかセーフ。え、ちょっと、え、地盤というか壁が。お、なんか顔がえらい可愛い。ドラゴドン。ドラゴドン出た。なんかお菓子のあれに似てるな。これがドラゴドンの化石か。大きくて強そう。でも全体に白くて、まるで色抜けしてるようにも見えるね。いや、骨やからこんなもんじゃないの。これは色抜けじゃないでしょ。逆に色つけたら動き出すんちゃうか。今の巨大な丸い化け物は一体何ですか？
落盤で見つかったあの骨をマリオさんが取っちゃったから怒って出てきたのかも。あ、そういうこと？壁を突き破ってどっか行っちゃうし、その奥になんかあるんじゃないの？その穴の向こうからペンケッサーの匂いもするよ。なるほど、じゃあ行ってみよう。あっちか目の前にある。さっきの丸い化け物はどっか行っちゃったみたいだね。あー、なるほど、まあいいか。よし、これゲットしちゃいましょう。ほい、コースクリア。これで多分上かな。うん、上のじゃんけん神殿を通って、うん、そうっぽいね。まあ、ちょっとじゃんけん神殿をスルーするわ。ちょっとようわからんから。大大トゲ神殿。わあ、難しそう。大大トゲ神殿。うわあ、何これ、神殿か。なんやあれお前いかつすぎる。これ入ってどこなんか俺らが。とりあえず右から行くけど、これ押せそうやねんけどな、ハムスター的な要領で。ほらほらほら、アイアムハムスター。これ関係ないの。右に行こう。あ、これで上から行くみたいな。これで上から乗ると回るわけではない。関係なしやな。じゃあ上は、あ、これ線路や。線路になってるよ。ほんでこれ回すんかな。あ、崩れる。うわ、え、壊れちゃってんけど大丈夫？これもう列車走れへんなったよ。まあええか。まあとりあえずハムスター的な要領でもう一回行くか。ほい、参ります。トゥ、おうおうおお、いいねいいね。どこまで行けんのこれ。あ、ちょっと待って、これ奥行けるんじゃん。ほら、奥来た。いや、トゲが一個足んねえ。トゲ像みたいなトゲ像、ん？トゲ像みたいなトゲ像。あー、おもろいこと言うやん、自分。センスあるわ。あー、センスあるわ。てか、横軸にしか動けへんから、どうしようもないんやけどな。引っ込ますわけでもないやろ。こん中にもないし。今は諦めてまた来よう。え？できることなくなった俺。これめちゃめちゃ遠回りさせられるんやけど、このゲーム。行くとこ行くとこがとりあえず行けへん。どこ行こう。あ？あ！なんかできる。何これ、え、どういうこと？そこに何があんの？あ、なんかアイテム設置できる。カードや。ということは、骨じゃね、これさすがに。ほら、え、違う？おうおうおう、あ、やっぱり骨や。これで帰ってくんのかな。お、帰ってきたやっと帰って、ちょ、教授踏んでるから。飼い主踏んでるよ、おちびちゃん。あ、気づいた？ああ、食べちゃダメ、食べちゃダメ。ちょ、それはあかんて。ねじり加えたあかんわ。ワニのデスロールみたいになってるから。どこ行くね、家帰ってこんかい。なんでまたどっか行くの、あいつ。大変だ。教授が巨大な化け物に押し潰されて、さらにぐったりしてしまいました。元からそんなやったぞ。あ、でも元気になったよ。何を言ってるんだ、あれはおちびだよ。マリオくん、おちびに会わせてくれてありがとう。おちびはもう一緒に暮らすには大きくなりすぎてしまったけど、最後にいつもと同じように一緒に遊べて楽しかった。おちびもとても喜んでいたよ。おい、放流すんなお前。最後まで責任をきっちりと持たんかい。これからマリオくんと共に旅に出て、あの巨体を生かしたいそうだ。え？あれ味方になんの？あ、そうな、うちのもんになんの？そうなんや。仲間が増えたね。ほんでなんかくれるよ言ってたから、ちょっと話聞こうか。よう、マリオくん。最近見つけたこれをあげよう。誰かが拾ったガラクタなんだが、形がかっこいいのでなんとなく取っておいたんだ。あ、トゲゾウのトゲやって。あ、マジか。繋がった繋がった。よし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 。ようやくやな。
さあ、それじゃあトゲ図をはめてみましょう。うん、鋭いトゲだっけ、あれがぴったりとはまったりして、うん、はめてみよう。わあ、ぴったりはまった。おお。えらい厳重やな。すごいな。何があんのここ。レッツゴー。うわー、出ました、ダンジョン。これは難しい。うりぃぃぃぃぃ。ほい、あ、パウブロック、ナイス。これは強そう。ほんでこの灯火に火をつけるのかな。ファイヤーフラワー、ナイス。これもかな。お、火系の武器がめっちゃ出る。いいね、いいね。え、なんでパウ。あ、これわかった。このトゲ像の甲羅全部ひっくり返るんや。絶対そうや。いきます。ほら、うわ、気持ちいい。超気持ち、なんで天井のやつ全部降ってきてんけど。な、え、何匹いんの。4匹か。絶対もっとおったやろ。まあ、ええわ。とりあえず、じゃあ、ファイヤーとハンマーでいこうかな。いきます。ちょ、このファイヤーをね、練習したい。難しいわ。いくぞ。ここ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 。よし。これタイミングマジむずい。あ、スターや。あ、スター、あんのかい、スター。全然気づかんかったわ。よいしょ、いけ、ボコレボコレ、シャー。うわー、めっちゃある。トゲゾーゲット、やったやった。仲間がいっぱい手に入った。コインも大量や。ほら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 、よし、待って、これだけで。よし、危ない、ギリギリ。次行ってみましょう。さあ、上にもいるからちょっと気をつけながら行きたいな。こことかなんかないんかな。割としっかりと塗らなさ。あ、てか、パウめっちゃ出る。パウ大量に出る。最高。こう割ときっちり塗らな。ピコーンでならへんから。もうちょっと緩くしてくれてもいいんやけど。よいしょ。折り紙キングは結構緩かったからね。楽やってんけど。はい、はい。待ってよ。ここも多分パウが必要やから。あれ必要ないんかな。普通にいけるな。ほい。めっちゃパウ出るな。何か切り取りできるところはないし。あ、このまま右行くのか。なるほど。これ俺落ちたらあかん気するから。あ、でもこれで押せへんな。これ落ちていいんかな。あ、なるほどなるほど。ほんで上から行くのか。ほい、ほい。からの、これもまずはね、下から行かないとダメな気するな。いった。いやー、これ踏みたくねえな。落ちてこへんのか。うわ、怖っ。落ちてくんのかい。いてててて。ふっ、2回食らってんけど。なんでやねん。なんか無駄に食らったわ。オッケー、じゃあこいつどうなんやろ。ハンマーで一撃かな。ちょっと待って、普通のハンマーがないわ、みんな。まあこれでいいか。多分一撃で倒せるやろ。ここ。よっしゃ、危ねえ。ちょっと残ったかもだ。やべ、2匹見える。危ねえ、いった。なんでこっからやねん。あれ戦わなあかんのじゃん、俺。勘弁してや。はい、オッケー。ほんで戻んのか。オッケー、ブロックごといける。いけいけいけ。押しつぶせ、押しつぶせ。うるれ。さあ、ここ色抜けが激しいな。これ崩せると思うね、俺。あれ違う、いった。あ、奥に行った。奥に行ったということは中に何かおるな。あ、これ崩したらあかんかったか。まあいいか。とりあえずここを右に行って、セーブポイントもあるな。あ、こっちか。ほんでここで一旦待つか。いや、ちょっと待って、やばいやばい、早く行ってくれ、解けぞ。いえ、そっちに、ああ、そっちに回るのか。ちょっと待って、死ぬんやけど俺。
ちょ、死にそう俺。あ、アイテム使おう。あれ、アイテム使えへん、アイテム使えへん。みんなバトル中じゃないとアイテム使えへん。なんてこった。そういうシステムやったんか。オッケー、じゃあこれバトルしてる間に、なんか増えたし、増えないでくれ。オッケー、まずキノコで回復しといて、そしてさっき練習したファイヤーで一網打尽いきます。ここここここ、オッケー、消し済みになった消し済みや。みんな強すぎ。これファイヤー大量に買っといた方がいいな。ファイヤーがね、あの雑魚を倒すのに一番向いてる気する。オッケー、ナイス。え、うわ、ミスった、最悪。いてててて、タコ殴りや。強い、敵が強いんやけど。みんなどうしよう。なんかあのクリボートゲトゲしてるし、パウ使ってみるか。パウ使って、ほんでこれ吹っ飛ばしハンマー使ってみよう。これパウもタイミングあんのかな。はいはい、いや難しい、わけわからん、わけわからん。よいしょ、なんでそっちやねんお前。手前のガボンからやらんかい、吹っ飛ばすんやから。これ奥側やからちょっと難しい感覚が。まあ1マスずつ進んでいけば大丈夫か。ほい、あそこのハート取りたい。タイミング待ってる、行ってくれ。オッケー、行こう。ほんでも一気に乗っちゃおう。いやー、なんでよ、やば、当たらないで、危ない。このまま耐えよう、無駄な戦闘は避けて。行くぞ、今解くぞ、早く。ここ、え、違う違う、 なんでやろ、なんでピコーンしてんのお前。もう倒すわお前、邪魔くせえ、芝居たる。よいしょ、オッケー、ようやく来た。ほんでオッケー、セーブポイント、ナイス。よしよしよし。ほんであの上に来たんやけどな俺。うわ、あいつ動きよる。え、どこ行くの。あ、右側行ける。なにこれ、なんか赤いんやけど。あ、なんかスイッチや。下へ参ります。ガボンを添えて。え、ガボンごめんな、このとこ連れてきてしまったけど、ごめんな。え、ちょちょ、危ない危ない危ない、落ちるよ、危な。ナイスペンキー、危機一発、マリオ大丈夫。さあ引き上げるよ、せーの、よいしょ、危ねえ。いやー、危なかったね。マリオの懐から出るのがもうちょっと遅れてたらアウトだったね。え、これどう行くの。あ、前見て前。あ、あんなとこにペンキスターある、しかも2個あるよ。え、両方取りたんやけど俺。うわ、マグマがせり上がってくる。もうこうやって避けていくんじゃない。これ青、青はなんなん。あ、あ、青、青踏むと進むのか。なるほど。いった、え、なんか燃えるんやけど。なんで、ちょ、なんか俺燃える。ちょ、はよ、はよいて、はよいて。はよいかな、さ。まずくね。あ、あれか。このミートボール避けなあかんのか。ミートボールしっかり避けて、左行きたい。あのカード欲しい。てか、赤のピンキスターあんなん取れる？高さの軸が違うんやけど。危ない！結構迫ってきてる。急いで。ちょっとちょっと、取れへん、取れへん。そんなとこ入れたら取れへんやんか、お前。なんちゅうとこ入れんのよ。空気読んで。空気読んで。あ、でもボロジャンプか。ボロジャンプならええか。とか言うて、嘘。なんで取れへんねん、お前。弾くな。やばい、やばい、あぶねえ。あ、いやいやいや、くれちゃった。あ、あ、ちょっと待って、急いで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 、早く。え、ちょ、水、お、はい、あぶねえ、あぶねえ、あ、ギリギリ。ええー、いや、もういい、もういい。え、何喋る。冴えないヒゲのおじさんと小汚いカンカラにしか見えないが、うるさいな。幾多の試練を乗り越えてきた勇者のような、とてもいい目をしている。まあ、いくら面構えが良くても、そのダサいヒゲと薄汚れた艶なしボディで台無しだがな。
もういきなり出てきてなんやねん。芝居だろうか。くそ、なんかいちいちトゲのある言い方だな。そのペンキスターもらっていくぞ。大事なものなんだ。それはならん。これほど神々しいスターは我々トゲゾウ一族にこそふざわしいものだ。この大々トゲ神殿の宝物として祀っておくことに決めた。欲しければ力ずくで奪うのだ。あ、まあトゲゾウぐらいならね、普通に倒せそうやけど、まあそこまでボス感のあるボスではないね。オッケー。じゃあまず踏めへんので、普通のパウ使って味方を一人ね、トゲゾウ呼びたいと思います。ゴー。さあこれでいこう。まずパウでひっくり返す。オッケー。器用な立ち方するな。やじろべえみたいになってる。そして味方を召喚。なんで逃げんねん。おい逃げんなこら。やべ、いってててて、24。危ねえ。もう死ぬとこやってんけど。マジか。しかも元に戻ってるし。ちょ、ここはじゃあ一旦キノコ使おう。危ねえ。死んだらシャレならんぞ。そして最強のファイヤーハンマーを使う。オッケー、行こう。キノコもそんなにないからな。無駄遣いはできねえ。43、オッケー。そして、ここ!あ、結構体力あるね。力を貯めている、まずい。うわ、しかもコウモリも出た。ここはだから、パウの出番や。パウで、パウとアイアンジャンプでいきます。さすがにあれ食らうのはまずいから。よいしょ。おい、おい、オッケー。ほんで、アイアンジャンプで、これはかなり痛いぞ。いや、間違った。もうタイミング難しいな。ちょっと今日タイミング合わんわ。ここ、オッケー。いやーでも12いいか。ここはもう一個回復積んどいた方がいいな。これラスト回復やみんな。やばいぞ。ほんでこいつハンマー届かへんから、ハンマーでも攻撃できひんし、かといってジャンプも効かへん。となると最強カードのレモン使うか。レモンないんか。あれレモンない。なんで、あのミニゲーム取ってないことになってんのか。じゃあすっぽんでいいか。よいしょ。すっぽんサンプル食らえ。とりあえずコウモリが邪魔なんよ。コウモリを一回しばこう。オッケー。サンプルです。はーい、今日も吸ってあげるからね。よいしょ。あ、こっちか。全体攻撃じゃないのか。ここ。あ、お前も。あ、間違った。うわ、マジ最悪。うわ、最悪や。もったいないことした。もうタイミングわからへん、あれ。難しすぎる。また来た、もうお前、行って。なんで来んねん。で、残りパウがもう1個か。パウ使って次々ジャンプで行くか。これなら両方倒せるから。オッケー、これで行こう。はい、はい。これ2回、2回確定なんかな。ほい、ほい。よし。あれ、パウ2回しか叩けへんのかな。ほい、オッケー。まだあと2、3回耐えれるね。ほんでかなり削ってるから、もうここはハンマーでとどめさしに行きます。オッケー、これでいこう。さすがに倒せるやろ。ここナイス。もう一発。オッケー、もう一発。ここオッケー。意外と手強かったな。わあ、いっぱい出た。いいね。え、これ取れへん。危ない。溶岩突っ込むとこやった。あ、ほい。オッケー、コースクリア。いやー難しかった、ここ。ハートナイス。ちょっとキノコ買いに行くか。一回もう回復全部使っちゃったからね。さあ、なんかコロシアムみたいなとこ出ましたね。あ、え、ちょっと待って、ビッグシャインやる。あ、次ビッグシャインや。みんなやった。意外と早かったね。あ、こんなとこにピーチのやつがある。こんなとこにあったんか。マジで分からへんわ。はい、喋って。さらわれている船から先ほどとても恐ろしいものを見たわ。
黒くて不気味な何かがキーコロ峠に向かって落ちていって、そって辺りを一瞬で真っ黒に染めてしまったの。あ、ワンワンではないな。あー、なるほど、あの真っ黒な地域の話か。これさ、メニューのアイテム色つけられへんのかな。色つけられへんか。あ、ちょっと待って、えらいショップ増えてるやん。なんかちょうだい。とりあえずキノコをいっぱい買っとこう。20円か。オッケー。いや、これを、まあ、10枚買っといたらいいか。ほんで、ファイヤーが強いから、ファイヤーを5枚ほど買っといて、パンもまあ2枚ぐらい買っとくか。ちょっと高いけど。まあ、あとはこんなもんかな。ダブルハンマーも、ちょっと欲しいな。ほんで、まあ、ダブルジャンプも一応買っとくか。オッケー、こんなもんかな。さあ、というわけで今回のパートはこの辺にしておきましょうか。次回で2つ目の大ペンキスター獲得ということで、多分次黄色かな。オレンジのスターあったっけ。あ、でもオレンジのスターあるけど、マップ的に黄色やったよな。まあ、これのどっちかが手に入るということで、というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画いいって思ってくれたらグッドボタン押してくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。バイバイ。